サンタウン高野原4モール高野原4モール高野原は日本の京都府木津川市佐良台一丁目にあるショッピングセンター総合スーパーマーケットのように及び専門店街からなる平成佐良ニュータウンの中心地に立地する土地を所有する都市再生機構と事業用借地契約を締結している関西文化学術研究都市センターが建設した サンタウンプラザコスモス館をイオンが一括で借用。2007年5月1日にイオン高野原ショッピングセンターとして開業した。各店舗はマイカル・サティを各店舗とし、専門店はイオンなら富ヶ丘ショッピングセンターなどと重複しない、ものを中心にレディースファッション、生活雑貨が多く入居。サティとシネマコンプレックスを入居させたのは、 他の4グループのショッピングセンターと差別化を図るためであり、店舗構成もイオンなら富が丘ショッピングセンターが60代の段階世代のニーズに合わせたのに対して、この店舗は立地する平常、相良ニュータウンの住民の多くを占める40代の段階ジュニア層のニーズに合わせたものになった。また、この店舗は小売販売としての役割以外も兼ね備える。融合。 ショッピングセンターのコンセプトとしており、関西文化学術研究都市の京都府と奈良県の府県境に立地していることから、二つのこと及び、ことの伝統と関西文化学術研究都市の革新の融合を育む場となるよう4階には、コミュニティホール、コスモスホールが設けられ、周辺地域のグループを対象に無償で提供されている。コミュニティホール以外にも、 日津川市役所西部出張所や医療施設、託児所、デイサービス施設があり、公共性の高い施設となっている。イオングループ再編により、2008年8月21日に運営業務をイオンリテールへ移行。各店舗の高野原サティも2011年3月1日にイオン高野原店へ店舗名を変更している。さらに、 イオングループのディベロッパー事業の統合のため、2011年11月21日に、ショッピングセンター名をイオンモール高野原に改称し、2013年11月1日より、運営、管理がイオンモールへ、業務受託された。証券は、北は、京都府京田辺市南部、南は、奈良県山戸郡山市、西は、奈良県生駒市、東は、三重県伊賀市を想定。 立地の経緯この店舗は建物の北側が京都府の木津川市に南側が奈良県の奈良市に位置し二つの府県にまたがる格好となっているこの原因は本店舗のある平城相柄ニュータウンが最初のマスタープランを作成した1964年から1960年代後半における状況にあった当時奈良県側京都府側を合わせて 平城ニュータウンという認識のもとに将来的に府県境を変更することを前提として奈良県側に地区センターが計画されていた。しかし平城と地区各整理事業計画認可に向けた奈良県と京都府との協議で府県境は現境の位置のまま今後も変更しないこととなった。そのため地区センターを平城地区 相良地区双方にバランスよく配置した結果、大型商業施設を建設するには、不健況をまたぐ形でしかできなかったためである。全体は、京都府しかし、本モールは、敷地面積約5万平方メートルの約8割が、京都府に位置しており、正面玄関と事務所も京都府内にあることから、イオンモール全体としての住所は、京都府木津川市に決められている。 各テナントの電話番号も、木津川市の市外局番から始まる。2021年4月に、京都府において、新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言が発令された際には、京都府では映画館などの営業が要請されたが、奈良県では要請されなかった。この際、本モールでは、建物全体を京都府として扱ったため、 本能ールの内奈良県内にある映画館や雑貨店、副飾店なども閉業することとなった。警察、税務、水道、廃棄物は別々一方で、警察の管轄や納税先、上下水道の契約先、ゴミ処理の方法などはテナントによって異なっている。このうち、警察は2005年3月から両府県の間で、事件、事故の際の対応を協議する中で、 発生場所が分かりやすいよう不健境に線を引くことをイオンに申し入れ、それを受けて1階には白い点線、2階には茶色の実線、踊り場にはネズミ色の実線、3階4階にはオレンジ色の実線、5階、屋上、屋外には黄色い点線が描かれた。また、駐車場の柱には不健命が表示されている。なお、習得物は京都府側のものは、 京都府警察築警察署。奈良県側のものは奈良県警察奈良警察署に届け出なければならないが、習得場所は習得者の申告で決められる。開業当時、イオンが運営する約270店舗の中で都道府県境をまたぐのはこの店舗のみでイオンモールとなって以降も200カ所以上のイオンモールで唯一の県境に立つモールとなっている。当初、 店内では府県名を表示しておらず、店側は、ことさら県境で商売する気はないとしていた。しかし、県境マニアの間では、日本で唯一の府県境をまたぐ大型ショッピングセンターとして有名であり、県境マニアの主な出没スポットとなっているほか、マスメディアに取り上げられたり、フロアガイド送付の問い合わせが来たり、 不県境の線を来店者が撮影していくなど反響が大きく、新たに、奈良、京都と書かれたシートや装飾パネルで PR する対応が取られた。装飾パネルには、奈良市非公認キャラクターのリニー君のフィギュアも置かれている。他、2012年10月30日に、アンドロイドで、同年11月19日に、iOS で眉マ,マロ。 千とくんと一緒に記念写真ができるアプリが配信されたこともある。その後、府県協はイベントでも活用され、佐良中部消防組合消防本部、奈良市消防局共催、消防フェアでは、木津川市の泉姫と奈良市消防局の夏日、伊がそれぞれの市の縁に立って、誓いの握手をしたり、奈良市主催、鉄道フェスタイニオンモール高野原では、 奈良市の中川原市長とリニアネキしか、リニマネ、木津川市の河合の子市長と泉姫、久野友美アナウンサーによる記念撮影の場が設けられたりした。最寄駅が近鉄京都線高野原駅であることから、店名は奈良市の地名である高野原となっている。また、祭事スペースは、平城系のあった奈良県側が、平城高都、平安系のあった京都府側が、 平安コートと名付けられ、主なイベントは平安コートで開催されるが、平城コートも奈良の祭事を中心に利用されるため、奈良に関係するイベントの方が出展機会は多い。イオンモールとしての住所は、京都府木津川市下良台一丁目一番一。ただし、夢は、みなしかクリニック高野原、ポシブルイオン高野原店の住所は、 奈良県奈良市右京一丁目六番一となっており、廃社では京都子育て支援医療費助成がすぐには受けられないほか、木津川市下良台一丁目三番も存在する。テナントごとに木津川市、奈良市それぞれの指指定の方法で分別しなければならないため、集積所が2箇所設置されている。水道、下水道料金も同様に分かれるが、 水道も集積所も、境界上のテナントは、面積の広い方に合わせる。なお、奈良市川の上水道は、布目取水場及び白車取水場。京都府側は、京都府栄木図上水場水源取水地点からの、受水塔ハゼ受水場の地下水を水源としているが、空調熱源システムで利用する水は、冷却灯のある、京都府側から供給されている。 都市基盤整備公団が所有し、長年、空き地となっていた奈良市宇京一丁目及び木津町、相良台一丁目の用地について、都市基盤整備公団と関西文化学術研究都市センターは、近鉄京都線高野原駅の玄関口にふさわしい、よう、大型商業施設の誘致を進めていた。その際、大手小売流通企業数社に出店を打診したところ、 イオンが出店を希望。2003年頃から、都市基盤整備公団、関西文化学術研究都市センターと、イオンとの間で契約に向けての交渉が進められた。そして2004年夏、都市基盤整備公団の所有する、約5万3000平方メートルの敷地に、関西文化学術研究都市センターが建物を建設し、そこに、イオンが2005年秋の開店を目指して、 大型ショッピングセンターを出展する計画が明らかになった。同年6月21日には福井広都市木津町条約が町議会で宮島良造議員の一般質問に対してイオンのショッピングセンターの立地に協力する洋う部下に指示したことを明らかにした。しかし建設予定地には暫定的に住宅展示場やテニスクラブ 駐車場などが立地していた出店に先立ち2004年6月30日に住宅展示場が7月31日にテニスクラブが営業を終了そして9月30日にサンタウンホットスクエアに入居していた最後の店舗が閉店歩行者専用道路のエゴノキの道も移設が決定したその後同年11月に 関西文化学術研究都市センターはサンタウンコスモス館の入居者について十分調査、検討した結果、イオンに決定したことを奈良市に報告。その事業計画については12月15日の奈良市議会定例会で辰見広企画部長が山口祐二議員の一般質問に対し敷地面積は奈良県側が約1.3ヘクタール。 京都府側が約3.5ヘクタール。建物は地上4階、地下1階で、延べ床面積は12万2000平方メートル。駐車場台数約2000台。概算事業費は約90億円と答えている。事業資金はすべて金融機関からの融資で、民間都市機構によって、金融機関に推薦という融資財源の一部が帰宅され、 それにより、金融機関からの長期固定定利融資を受けた。2004年11月、都市再生機構は所有する、約5.3ヘクタールの用地の造成工事を、浅沼組と契約。翌2005年8月に雨水排水管と歩行者、専用道路の移設工事が着工した。そして建物の建設は、2006年2月頃から、 技術提案方式で見積もり合わせをした結果、関西文化学術研究都市センターは、浅沼組、奥村組、大林組、大本組、清水建設、竹中工務店、戸田建設の中から大本組を施行者に決定。同年8月10日に安全祈願祭が取り行われ、サンタウンコスモス館の建設工事が着工した。BC で入り口に面する平城2号線。 平城3号線の拡幅工事も行われた後、工事は翌2007年4月15日に完了し、関西文化学術研究都市センターからイオンへ引き渡された。なお、基本設計はイオンが担当し、建築設計は東畑建築事務所大本組、設備設計は大本組が担当した。2006年12月9日、マイカルがサンタウンコスモス館に、 サティを出展すると発表。翌2007年3月27日にイオンとマイカルが奈良県庁内で記者会見を開き店舗概要を発表した。また、同月31日にはイオンふるさと森づくり植樹祭と称して川本俊夫マイカル代表取締役社長の挨拶と藤原秀夫木津川市長職務執行者の祝辞アーバンエコキッズのエコ宣言の後、 近隣住民ら約2000人が各グループに分かれて、荒かし白かし桜椿など48種1万7000本の苗木を植樹した。そして同年4月25日、イオン高野原ショッピングセンターとして、近隣住民やイオンカード会員などを対象にソフトをオープンし、8万人以上が来店。翌月1日にグランドオープンした。グランドオープン当日は、 愛好保育園の園児42人による合唱の後、大木和弘都市再生機構西日本支社関西文化、学術研究都市事業本部長、河井の子木津川市長、河本俊夫マイカル社長、高橋千執行役 QSC 事業本部長、愛好保育園園児らがテープカット。また、店内では、泉太古機の鼓による演奏と、川本都夫マイカル社長、 高橋信久子公役、SC 事業本部長、森本正三四、高野原 SC、モールマネージャー、坂田隆史高野原幸店長の会見が行われた。イオンの出店計画が明らかになったことを受け、近隣の住民や商業者らは2004年8月に、イオンの出店を考える会を結成。同月10日に、関西文化学術研究都市センターに対して、 住民の意見を受け入れることや、住民説明会開催を申し出たが、同センターは拒否。イオンの出展を考える会は2004年9月9日、京都府知事に対して、イオンなどへの指導を求める、要望書を提出。同年12月2日に、関西文化学術研究都市センターに対して、住民説明会の開催やアセスメントの実施を求める、要求書を提出した。 また、イオンの出店を考える会ニュース1号から10号を各1万枚発行したり、2005年10月16日からは、イオンの出店と街づくりを考えるシンポジウムを数回開催するなどの活動を続けた。一方自治会の間でも、2005年3月に、カブト大、相良大自治会連合会イオン、問題対策協議会が結成され、木津川市政物出張所の移転や、 コミュニティホール、コスモスホールの設置を実現させた。府県境を挟んだ、奈良市側でも、右京連合自治会、神宮連合自治会、須作連合自治会、左京連合自治会の各代表で組織される、高野原ショッピングセンター、奈良地区協議会が結成。高野原ショッピングセンター、奈良地区協議会は、2006年9月30日、 関西文化学術研究都市センターと、イオンに対し、良好な生活環境の保持を求める申し入れ書と、右京、神宮地区の自治会に入っている住民の6から7割に、当たる5065人分の署名を提出。京都府に対しても、同年12月9日にサンタウンプラザコスモス館について意見書を提出した。開店後も運動は続き、 2007年10月14日には、高野原ショッピングセンター、奈良地区協議会が住民への約束違反である、ゲーム機の速やかな撤去などを求め、イオンと関西文化学術研究都市センターに、抗議文を提出。カブト大、相良大自治会連合会イオン、問題対策協議会も、開店した後も発生した問題に対する、具体的な改善策を要望している。その後、 カブト大、相良大自治会連合会イオン、問題対策協議会は、2008年3月19日に、協議事項の継続を求める、要望書を、関西文化学術研究都市、センター4に提出した上で、同年3月31日に解散した。詳細は、ショップ検索を参照のこと。近鉄京都線高野原駅と4モール高野原、 近鉄京阪な先進説に伴って、関西文化学術研究都市では、商業施設の開店が、相次ぎ、2005年11月にユルタウン京阪な、2006年7月にイオン奈良富ヶ丘ショッピングセンターが開業。さらに、2008年3月にガーデンモール、木津川が開業した。サンタウンプラザコスモス館をイオンリテールに対応している。 関西文化学術研究都市センターは、コスモス館建設以前から、サンタウン高野原とサンタウンひまわり館を運営していた。このうちサンタウン高野原について、関西文化学術研究都市センターは、イオン高野原ショッピングセンター開業後の年賞は、およそ70億円から50億円ほどに、減収するだろうと明言していたが、リニューアルによって、 中高年齢層向けの日常品販売などに特化することで存続を図るとした。しかし、実際は売上は大きく減少し、テナントの入り退去が繰り返された。一方、サンタウンひまわり館はリニューアルの結果、秋テナントは抑えられた。また、奈良市ではスーパーがイオン高野原ショッピングセンター開業に合わせて閉店。 飲食店もイオン高野原ショッピングセンターの影響で相次いで閉店したと言われている。ありがとうございます。